いつもご視聴ありがとうございます。ローリー青野でございます。今回はね、新しい企画でございます。何かというと、過去ね FTR ねいろいろとインプレしてきたんですけど、ちょっとね場面に応じてよりね詳細にインプレしようと思います。ローリー青野がね FTR にね乗り始めて間もなく2年でございます。この2年でねいろんなね、とこ走りました。一般道も高速もオンロードもオフロードも峠もね、その中で FTR のね性能、あと、それぞれのシーンの乗り方っていうのを今後ね、詳細インプレしていくんですけど、第1回目は皆様気になるでしょう、高速道路でございます。 FTR ね高速道路でどうなのか、スピードは出るのか、振動はどうなのか、ちょっとそのあたりを FTR のね車体の性能を交えて詳しくねインプレしようと思います。それじゃあ行ってみましょう。過去ね FTR で、高速道路走行した動画っていうのはね数回配信させていただいてるんですが、今回はねもう少しね詳しく、FTR で高速道路を走った時のインプレッションをお届けしようと思っております。FTR って馬力もないしトルクもないし高速道路に不向きだというふうに言われてますけど、結論から言うと、確かにそうなんですよね。車体はね130キロくらいしかなくて風に弱いですし、パワーもね全然ないので、高速走行っていうのは全くね向いてないバイク。これはねもう過去何回も、配信してるので、もう確実に言えることです。はい、ここから、高速、ちょっと東京の方に向かっています。今ねシフト4速で今ね60キロどんどん加速します。今タコメーターはねメーター読みで5000回転を超えました。このね FTR のね最大トルクの発生はね5500回転なので、70キロ80キロで今ね最大トルクの回転数5000を超えて今、6000で、ここで、今シフトをね5速に入れました。で今80キロ巡航でメーター読みでね5000回転を超えたぐらいです。まだまだねトルクのピークあとね500回転ぐらいあります。いつもね高速乗るとね風がすごいんですけど、今日も漏れなく風がすごいです。130キロ、オイルベースもね140センチぐらいしかないので、しっかりねニーグリップをしてあげないと走行がね不安定になります。今ねもう間もなく90キロを超えます。90キロで5速で、回転数がね6000回転ほどですね。このね FTR の最高出力が馬力ですよね、約18馬力でして、その最高出力の発生回転数が7000回転だそうです。まもなくね100キロなんですけど、さらにね90キロを超えたあたりから、これ FTR の振動どうしようもないんですが、座面ねあとステップ、あとハンドルビリ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 しています。お尻とステップね足の裏が
勧めはできません。基本下道で乗ったとしても2区間3区間、まあ、それぐらいの距離も走った方がいいんじゃないのかなと思います。今ね80キロ弱ぐらいなんですけど、もうねこれぐらいで高速道路左車線をクルージングするのが、非常にねいいバイクですね。これは全然怖くないし、やはりね、まあ、結論としてはね、まあ、FTR はもう当たり前なんですけど、まあ、非力なバイクですので、まあ、ゆっくりね下道でツーリングするのが最適かなと思います。で今ね、まあ、90キロから100キロの間で、走っております。高速でねお尻がねもうねビリ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 してきています。まあ多分これ2時間以上 FTR で高速に乗るともうねお尻が耐えれなくて地になるんじゃないのかなみたいな感覚ですね。でもね俺は FTR で高速道路最大ね4時間ほどね乗ったことがあるんですけど、もうその時はね手のひらがビリビリしびれて、まあスマホ触るのも不便な感じでしたね。あとね、まあ、ブーツを履いてるんですけど、それブーツのね分厚いソールからでも振動が来てね、足の裏もねすごいしびれて、それがそのまんま膝に来て、あとねチンコね、チンコのチンコというかね、まあ、玉袋なんですけど、このね金玉がめちゃめちゃねビリビリするんですよ。今ちょうどね80キロ巡航してるんですけど、80キロ巡航で金玉がねビリビリします。でこれね90、100ってなってくると金玉袋が破裂するんじゃないのかなっていうような感じですね。だから FTR ね乗られてる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ基本皆さん、まあ、高速使わないですよね。当時する時もまあ1区間2区間3区間ぐらいはバーッと高速乗ることがあったとしても、基本的に下道でのんびりゆっくり、ツーリングする方が多いんじゃないのかなと思います。ちょっと今ね追い越し車線行ってみます。今ね追い越し車線入りました。4速入れて5速ちょうど100キロです。で全然ね100キロ巡航で今7000回転ぐらいなんですけど、全然 TR でもね追い越し車線を走ることができます。ただし風が吹いてないっていうことが前提ですけど、もうちょっとね車体がねビリビリするので今左車線に戻りました。でこれね FTR の乗車姿勢が直立なんですよね。でまあネイキッドなので走行風ももろに受けます。なので追い越し車線で、まあ、100キロ以上で走る場合は結構ね伏せないと風がもろきます。いやー今日もね相変わらずね風が強いんですけど、ちゃんとねこの声驚けてきてますかね。まあね FTR でね高速走っててすごい楽なのは、まあ、基本的に左車線を走ってるんであれば、まあ、これ当たり前ですけど、まあ、4速5速で入れたまんまねずーっとねのんびり走ることができます。まあ下道でも FTR はあまりねギアチェンジしなくても、まあ、トルクまあまあそこそこね低中速でも強いのでシフトチェンジそんな頻繁にしなくていいんですけど、まあ楽ですよね。こうまあでもどっちにしてもね、だからねすごいビリ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 してて、これ走行風より90キロ100キロで走った時の金玉のねビリビリぐらい、これ高速降りたら金玉がね、まあ、3つ4つになってるんじゃないのかなって思うぐらい。あとね、FTR のねサスなんですけど、ガチガチでもないしゆるゆるでもないんですけど、これね高速のねつなぎ目ギャップっていうのはかなりねガツッガツッとね振動きますよ。まあフロントの方が来るから、ギアの方はねガッとねギアはね沈むのでサスは、まあでもそんなにねストロークが長くないので前も後ろも、まあ、振動はありますね。あとね高速走行するならスプロケットのね乗数を変えた方がいいっていうのもねよくね耳にすることですね。気持ちいいな高速。今度北海道でも行こうかな。はい皆様、FTR でね高速道路詳細インプレいかがでしたでしょうか。 FTR はね街乗りバイクだと言われてます。トルクないし馬力もないんですけど、あの十分ね高速道路走ることは可能です。ただし風に注意するとか、スピードは80キロ巡航するとか、まあある一定のね条件を満たして高速道路走ると
すごくね快適に乗ることができます。この FTR のね詳細インプレ、今後もね街乗りとかね峠とかねオフロードとかオンロードとかいろいろねやっていこうと思いますので、皆様お楽しみにしておいてください。じゃあそれじゃあ皆さん来週も見てねー。ローリーアオルでしたー。